第4代民党伯爵、ギルバート・エリオット・マーリー・イコール・キニン・マウンドは、イギリスの軍人、政治家、貴族、軍人としての経歴を経て、カナダ総督やインド総督を務めた。カナダ総督時代の民党卿。1845年7月9日に、第3代民党伯爵、ウィリアム・エリオット・マーリー・イコール・キニン・マウンドとその妻、エマの間の長男として生まれる。 曹祖,祖父にあたる初代民党伯爵ギルバートもベンガル総督を務めていた。イートン校を経てケンブリッジ大学トリニティカレッジを卒業。この得体のスコッツガーズに入隊。1873年から1876年にかけてはスペインの第三次カルリスタ戦争でザ・モーニング・ポストの従軍記者を務める。またグランドナショナルに5回出場した。 1877年のロト戦争では、オスマン帝国軍に従軍している。1883年から1886年にかけては、カナダ総督府の軍事大臣を務めた。1885年に発生したカナダ先住民、メティ族の反乱の鎮圧の指揮を取った。1891年3月に、父から第四大民党伯爵位を継承した。 1898年11月から1904年12月にかけてカナダ総督を務めた。民党教の総督在職中のカナダは移民の増加に伴ってナショナリズムが高まっており、隣国アメリカ合衆国との関係が緊張していた。民党教も愛国心や団結力を強化させるような歴史教育を推進した。 自然保護に熱心で国立公園の創設を推進した。また健康問題にも関心があり、カナダで最初の高血核財団の創設に関与した。またスポーツ振興にも熱心であり、1901年にはラクロスの選手権に民党カップの名前を与え、1904年には民党スケートクラブを創設した。1九百五年十一月から1九百十年十一月に、 かけてはインド副王権総督に就任した。全インド総督カーゾン卿は、インド軍司令官、キッチナー卿が主張した、国防省から、軍司令官に、軍政権を打ちそうという軍政改革に、軍部独裁を狙うものとして反対して辞職していた。公認の民党卿は、キッチナー卿の軍政改革に反対しなかった。また、 カーゾン教がインド民族主義運動を分断する意図で立案したベンガル分割計画も引き継いだ。ベンガル分割計画への反発で高まっていた抵抗運動には徹底弾圧の姿勢で臨み、裁判なしの交流や反政府運動指導者の国外追放を行った。反政府運動家の憎しみを買い、テロリストに爆弾で命を狙われたこともあったが、爆弾が不発で助かっている。 一方で、融和政策もとり、本国インド担当大臣ジョン・モーレーと連携して1909年、インド政府法を制定した。これにより、立法議会の議員60名のうち27名を選挙によって選出することとし、また、立法議員に大臣質問権や予算審議権を認めた。総督退任後の1911年には、エジンバラ大学学長に就任した。 1914年3月1日に死去した。1905年の民党卿インド総督時代の1909年の民党卿夫妻。チャールズ・グレイ少将の娘、メアリー・キャロラインと結婚。彼女との間に以下のご死を設ける。ありがとうございます。